さあさあさあ始まりました。本日も父さんとたけし君と一緒にお送りいたします。セブンデイズトゥーダイのお時間がやってまいりました。本日はニサバの方に来ております。めっちゃ物資いっぱいあるわ、こっちのサーバー最高っすねということで、いつもやってる方のサーバーは1サバなんですけども、まあ、一応予備でサバカの方が用意していただいてたみたいで、まあ、この2サバの方、生放送ではね何回かこちらのサーバーをお邪魔させてもらってたんですけど、視聴者さんの垂れ込みでですね、いろいろと情報がかき集まってきましてですね、ここのサーバー2サバの方に松本と似顔絵の目撃情報が相次いでるんですよ。生放送でだいぶ前ですけどもやった時に、確かにね一瞬松本とはすれ違ったんですよね。まあニアミスしてるんですよ生放送中に。でその時はニサバだったんですよ。だから多分おそらく松本はニサバでそのままやプレイしてるんじゃないかな、こっちにいるんじゃないかなと思うんですけど、だからそのカートを押しても押せないからだけしょ何してんのということでですね、じゃあね1サバに迎えに行こうかなと、松本と似顔絵がここにいるならね探し出して、1サバね本当ね物資が今なくて、まあ前から続いてますけど、で今1サバの方ではですね拠点を強化してるんですよ、たけしと一緒に。でそれ強化してるんですけど、こうちょっと人手が足りないんで、ちょっと松本と似顔絵いい加減ね、プーさんもそうなんですけど、ちょっとみんなねちょっと収集したくて、なかなか探しても見つからないと思ったら、多分ね松本と似顔絵はこちら辺にいるらしいんで、ちょっとこの2サバを探したい。まあただね1サバと違って2サバの方がマップが小さいのかな。で確かねアイテムスポーンがこっちの方が早いんですよ。確か1サバはアイテムリポップが30日ぐらいだったみたいなんですけど、こっちの2サバは7日でアイテムリポップするらしいです。だからこれさっきからずっと漁ってるんですけど、めちゃくちゃねアイテムが手に入るんですよ。でこっちの方が、あおろろ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 、ゾンビ出てくるでしょ、すごいマジでゾンビ久々に会うけど新鮮すぎるなようやくセブンデイズってゾンビゲーだったんですよっていうのをね思い出させられるゾンビが新鮮すぎる。ゾンビ湧くから経験値をめちゃくちゃ上げれるんですよ。これいいっすよね、ちょっと最高。ちょっと探索しながらね探したいと思います。いや若干あるけどラグイぐらいで、もうほとんどね普通のセブンデイズだわ普通のセブンデイズゾンビが新鮮だマジで。これでもちょっと待って、ちょっとちょっと気をつけないと、これこれはインセインかな、狂気かな、わかんないですけど、これ多分ゾンビも怒ってるんですよね、目が夜になると。はい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 、あでももう今あれか、朝だから大丈夫か、もう今は。はい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 、ちょっとたけし気をつけてね、じゃあ久々だけどゾンビいいよねすげえ新鮮だよ、ほら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 、共有経験値も受け取れるし最高っすね、ナイス、いいぜいいぜ、どんどん探索しよう。さあどうした、おお警官ゾンビやん久々警官ゾンビ、めちゃくちゃ久々に見たわ、いやすげえすげえすげえ、なんか懐かしさすら覚えれる俺もあこっちの決まりね、あいや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 、避けるでしょ、あほら避ける避ける避ける、全然避けるわ懐かしいな、ちょっとね、これでも僕アイテムはあるけど回復今持ってないから銃もないし、ちょっとあーいった、爆破した、久々の警官の爆破それすら懐かしい。一番いいのがねお腹いっぱいってことだよね、食べ物に困らないじゃあマジで食べ物に困らないんですよ、すごくないですか。もうだから1サバの生活が長すぎて、もう空腹との戦いがずっと続いてたじゃないですか。もうねアイテムは出るしゾンビも出るし食べ物もめちゃくちゃ手に入るんですよ、もうこれもう最高すぎてもうねなんだこの恵まれた環境の2サバは、最高じゃねえか、ラグくないし、あゾンビいる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 、ちょっと待って奥の武器ボックス開けたい、奥の武器ボックス、ちょっと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 たけしも、あナイス、たけしも瀕死やんこれ、ちょっと待って、はい、あ消えた消えた、あ消えた、ゾンビが消えた、え落ちた、下に落ちたのか、じゃあ分からん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 、とりあえずほら強化チェストとか、あー中身入ってる、ただねあれなんですよね、こっちのサーバー全然来てないからレベルが低いんですよ、まだ私今レベル3とかじゃない4とかそんなレベルですよね、レベル4か今、翔太もレベル低いでしょ、そう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 、まあ、でもでもこっちのサーバーだったら多分1日あれば十分だよ、多分ねめちゃくちゃ多分勢いよくいけると思う、なんでスカート渡してきた私ズボン履いてるけど、ウーリンにプレゼントってよしよしいいでしょいいでしょ
チサバよりマップが小さいとはいえですよ、それでもこれ差がどうやって探す。いやもう目印とか、まあもちろんね、ニサバもこっちも PVP なんで、まあプレイヤーはそんなに多くないみたいですけど、言うてもだよ。何これ調理鍋。いやいやもうさ、貧乏症出てるからだけし、いやもう僕ら1サバでアイテムがなさすぎる生活を送ってるから、アイテムが捨てれないんだよね。早くね、松本と似顔絵早く見つけて1サバに連れ帰りたいですよね。2サバでゆっくりしてらんないよね。大丈夫、1サバのだってまだ拠点強化もまだ途中っすもんね。とりあえず今はセメントが足りなくて、僕らまだなんていうんですか、強化しきれてないんで、こう中途半端なんですよ、拠点の硬さが。1サバの方で、おお、きれいで、よよよよよ、任せんさい、任せんさい、ほら、はいはい、ちょっと待って、なんか久しぶりゾンビにやられるの。あー、しまったー、布団。あーこれ最初の場所じゃない、これ。あー、やらかしたー、布団そっちに敷いてなかったですね、私。たけしまでの距離が、まあ約1キロぐらいで 850m。 いやマジか、結構ありますね。頑張っていきます。ちょっと待ってて、たけしそっちで。もしもし、たけしくん、さっきからたけしがね、 VC無視するんですよ。たけし聞こえてる ?VC 全然応答した、反応してくれないんですよね。たけし、そこにいるのは分かってんだけど、あ、バッカあった、バッカあった。聞こえてない、ミュートなのかな、これ。聞こえてない、たけし、私の VC。 あ、いたたけし、あ、聞こえてんじゃん、返事してよ。ずっと一人で喋ってたじゃん今。どっちにしろ、え、どうしたのそのパッド。お、拾ったの。ナイス、めっちゃ嬉しそうだよ、たけし。お、バッドじゃん、うえぇ、ちょ待ってよ、待つじゃん。いきなり登場するのやめて。え、何、あ、たけしがここで松に会ってバットもらったってこと。あ、よかったな、たけし。だからか、なんでたけし VC 無視するんかなと思ったら、あ、そういうことね。いや、松や元気してた、松。今までの登場した中で松一番なんかいきなりプッて出てきてさ、全然ちょっとっとありがとうございますって無理やん。松本が、正直松本だった瞬間にね、ウーリンどっかにいるんじゃないかなって思ってたけど、やっぱありがとうございました。はい、ちょっと画角的に打ち上げられたイワシはできなかったんですけど、なんかナイス、ウーリンとマッツ2人ともこっちにいたんだね。もう元気してた、2人ともやっと会えたわ。なんか今回一番さらっと合流しすぎたな、これ。なんかあんまりかまあ2人とも元気そうで何よりだわ。え、ウーリンは拠点レイドされて、今マッツンと一緒に暮らしてる。いいじゃん、いいじゃん。いや、行こうよ、行こう。とりあえずマッツンの拠点にいるってこと。マッツンの拠点は大丈夫だろ、今のとこ。大丈夫、おお、行こう。とりあえずまあね、ここにでもなんだし、行こう、早速。よし、マッツの拠点向かおうぜ。ここ、え、今回地上拠点なの、あれ、どこ。あー、下に掘ってるってこと。あ、地下ってこと。おおおおお、てっきり山奥かと思った。いや、こんなところなんだ。おー、はい、ちょっとお邪魔します。はい。あー、なんかシンプルだね、マッツ作り。え、こんだけってこと、拠点。え、そんななんか全然、え、何、アイテム全然ないじゃん。あ、そんなにやってないってこと。なんか全然違う、何。あーはーはーはー、あー、あー、そういうこと。あー、はい、いつもの隠し部屋こっち。ほう、どこまで。あーはーはー、来たー。岩盤、これ岩盤だね、これ岩盤だね。みんなちょっとたけしやべえぞまた。どう、おお、鳥居があって、ほう、おまた掘ってるね。なんか進化してるやん。え、何これ、どういうこと。ちょ、なんか鳥居がさどうしたいこれ。え、ガリバートンネルみたいにしたかった。ドラえもんか
すごいことなってるけど、なんか目回りそうだわこれ。何何、どっかタイムワープしそうだよ。いつもの作ったんだね、こんなの。俺よう掘ったね、また地下に。あ、またご神体。たけし、二礼二拍手ね。お参りしてるんだね。いいじゃんいいじゃん。作業台とかは、うん、別で、ほう、あそれもね、あちゃんと安全策で、はい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 、そっちに埋めて逃がしてあるってこと。松本の手法だね。そうだね、それもその保険は重要。あはい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 、あ来ました、松本の隠し部屋。おあ、ここで製造してたのね、アイテムとかを。あじゃあこっちがメインと。はい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 、あで、あそういうことか。あ今回私たちが、私とたけしが一サバでやってるのは知ってたから、あ一応そんなにがっつり作ってない。いやもう十分がっつり作ってるけど、うん、だから、うん、一応いける準備でしょ。ちょっと待って松本、どんだけさ予備の服持っとんねん。ちょっと待って、どんだけさ自分のユニフォーム、ちょっと待って、こっちにもある。似顔りセットね、これで。こっちはあプーさんのセット。そういうことね、みんなの分集めといてくれたんだね、松本で。ちょっとめっちゃあるわ材料。すごい。いや松本、大変申し訳ないんですけど、いやそうなんです、はい、一サバに行こうかなっていうね、うん、そういう感じで。あそういうこと、松本もそのつもりだったってこと。あだからこっちはそんなにガチで作ってない。うん、あそ、ちょっとね、この拠点まだガチで作ってないの。あそういうこと、あいずれ一サバに行くんじゃないかっていうことで、はあ、はあ、あだからとりあえず暇つぶし程度に。まあ暇つぶしだったかもしれないですけど、まあ、とりあえずねこれで松井とウーリーとも合流できたということで、で物資つないだしね、これで一サバちょっと行っていただいて、まあここはここでもったいないから、届いてもらってもいいですし、うん、まあとりあえず一サバ一旦来ていただいて。そうね、うん、三日月隊あと一人だから。あしよしよしよし。ちょっと一様でね暴れなくちゃいけないと思うんで、私もね、うん、暴れ足りないからまだ。よし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 、じゃあ明日からまた一様で行くぞみんな。